ハイドです。イワシさんの漫画を見ていきましょう。漫画家を目指している男です。男でも読める少女漫画を描きたいです。まず皆さんとこの漫画を見ていきましょう。1コマ目、サクちゃんは世界で一番可愛い、すっぴんも可愛い、一番参考になるメイク動画でした。サクサクはカリスマ。一人の男性がインフルエンサーの少女に話しかけてるみたいですね。二コマ目、コメント見てみ、お前はすごいよ。この人気を本人に伝えようとスマホを見せたみたいです。三コマ目、しかし少女は浮かない顔をしています。四コマ目、カリスマ女社長まであと少しだよ。男性が少女を元気づけていますが、五コマ目、おー、よかった、思ったよりも元気で。少女は元気を取り戻してくれたみたいです。6コマ目、にーすごいよ佐久間、何か事件でしょうか、という漫画を送ってくれました。最後のあのビクっていうのが、俺のアフレコの声に対してビクって驚いたみたいにちょっと見えたかもしれないけど、そういうわけじゃないんでね。あの本当はこの女の子はもっと可愛い声だから、俺が可愛い声が出ないだけであって、そこは皆さんの中であの頭で変換しといてください。可愛い声に、まずこの漫画のいいと思ったところからお伝えしたいと思います。これを書いたねイワシさんは男性の方なんですけど もうパッと見女の子が書いたように見えますよね。少女漫画の雰囲気作りっていうのがすごく上手だと思います。これ黙って人に見てもらったら女性が書いたものだっていう風に思われると思いますね。女の子が好きそうな線のタッチですよね。女の子が好きそうな絵柄とかをよく研究してるなっていう風に思います。画面作りも僕は上手いと思うんですけども、顔のアップが結構多めじゃないですか。女性はこういう風な画面が好きなんですよね。男性向きの漫画っていうのはもっと背景とか全体の景色って言ったらいいのかな、そういうのが重要になってくるんですけど、女性はどっちかっていうと顔のアップが連続してる方が好みというか、あんまり女性が背景に興味がないというか、周りの世界よりも顔が見たいっていう人が多いという、まあそう人が多いっていう言い方はおかしいな、女性脳の思考や視点が人物が中心って言った方がいいか。なのでそういう風な画面作りができてるっていうのも研究してるなっていう風に思いました。でこれを書いた岩下さんは男性も読める少女漫画が描きたい、なかなか個性的な視点で漫画を描かれてるなっていう風に思います。今のままでもいい雰囲気で少女漫画が描けてると思うんですけども、どこを意識すればもっとレベルアップするか、ネームを書くことで見せていきたいと思います。ネームを書いてみました。本来ネームというものはこれぐらいの絵柄で描かれるものなんですけども、これでは動画を見てる視聴者さんが漫画になった時のイメージがしづらいと思いますので、こちらはちょっと絵を多めに描いたものを用意しています。こちらは完成原稿ではございませんのでご了承ください。今回は女性を視点にしたネームと男性を視点にしたネーム2つ書いてみました。まず女性目線の方のネームを見ていきたいと思います。
と女性中心で話が進むべきだと思うんですね。例えば大きく違うのはこの真ん中のコマですよね。僕は2コマを1コマにしたんですけども、女の子さくらちゃんっていう女の子なんですけど、この子にもっとこう近づいて、まあ、肩に手乗せてるって言ったらいいのかな。僕はあえてホストっぽい感じにしたというか、女の子がされて嬉しい行動っていうのを入れたんですね。まあすごいこの男性イケメンじゃないですか。だからこの男性に言葉で慰めてもらうだけではなく、こう体も近づいてほしいっていうか、もうちょっと接近してくれたら女性読者も嬉しいんじゃないかと思って、僕は二人の距離を近づけたんですよ。最後のこの二コマ、もうここはもう男性目線になってしまってるんですね。よかった、思ったよりも元気で。でこれはもう男性が主人公の物語みたいになってるんで、僕はもうこれはカットしました。このおーって叫んでるのは主人公のさくらちゃんなので、さくらちゃんをもっと大きく出して、読者がさくらちゃんに興味を持ってもらうようにする、主人公を誰よりも動かす、この子が中心で物語が進んでるんだっていう風な感じを出すために主人公を書きました。で男の子の方はまあ良かったと思ってくれてる、まあこれも僕はカットはしたくなかったので、セリフはなしにして、まあさくらちゃんと同じようにおどけたポーズをつけることによって元気が出て良かったねっていう感じを出してるって言ったらいいのかな。それぐらいに抑えておきました。ねえすごいよさくま、これも主人公のさくらちゃんのセリフなので、男の方をアップにするんじゃなくて女の子の方に視点を当てて、すごいよさくまっていうのは何を見て言ってるかというと、パソコンの画面を見て言ってるっていうのが分かるようにして、男性はもう後ろ姿だけっていう風な感じにしました。あと気になったのが1コマ目なんですけども、この女の子がインフルエンサーっていうか、ネットの中で人気者っていう設定なんですね。この子が YouTube とか Instagram とか、まあそういうのに出てる女の子、メイク動画が参考になるとかって書いてあるんで、おそらく美容系 YouTuber っていうか、化粧品とかを紹介したりとか、自分にメイクすることで人気がある女の子なのかなって僕は思ったんですね。いやそれはいいと思うんですけども、書いてあることが超整形級のメイク、サクサクのプライベートメイクで、ビフォーアフターっていうのが、僕は一感性がないような気がするというか、整形級っていうことはめちゃくちゃブスに見える女の子が化粧することによって超美人に見えるっていうのが整形級のメイクだと思うんですね。だけどここにはすっぴんも可愛いって書いてあってたりとかするのが、ちょっと僕は矛盾してるというか、これがあんまり可愛く書いてない感じがするんですね。プライベートメイクっていうのも僕はちょっと意味がわからないんですけど、まあこれ女性の方が多分こういうのよくわかると思うんですけども、プライベートのメイクとお出かけというか人に会う時のメイクが違うっていうことなんですよね。これこの辺がなんか全部一緒くたになってるっていうか、超ブスの女の子がメイクしてめちゃくちゃ美人になるっていうので人気の女の子なのか、素顔も可愛いし、メイクしても可愛いっていうタイプで売れてるのか、どういう人気がある感じなのかが僕は分かんないっていうような感じがしましたね。これは男性が書いてるものなので、あんまりこの辺のことがちょっとよく分からなかったのかもしれないから、友達の女の子とか、もし妹さんとかお姉さんとか女性の方がいるんだとしたら、女性に聞いて確かめた方がいいかもしれません。だから少女漫画っぽい雰囲気は僕はよく出てるなと思ったんですけども、男性目線なのか女性目線なのかちょっとはっきりしないっていうところと、彼女のインフルエンサーとしての売れ方、まあ、美容系 YouTuber みたいな売れ方として矛盾がないのかっていうところが気になりました。で、あとはそうですね、絵に関して僕が思ったのが、ちょっと古いかなと思いました。女性向けの漫画っぽいムードっていうのはすごく出ているし、絵柄もペンタッチも本当によく研究してるなと思います。ただちょっと古い、矢沢愛の7とか、何だったかな、西遊記の峰倉和也先生か、その辺の時代な感じがするというか、少女漫画にしても何歳の人に受けたいのか、まあ少女漫画って少女って言ったら10代とかになってしまうので、だけど僕は35歳ぐらいかなーって、20代の人が見てもちょい古めに感じるんじゃないかなって思いましたね。だから女性の中でもどの辺の世代に読んでほしいのかっていうことも決めて、絵柄の研究もする必要があるなと思いましたね。あと細かいところで言ったら、ちょっと目が、両目が向いてる方向が違うっていうね、右目と左目が同じ方向向いてないんで、これがちょっと気になりました。ペガサスハイドは
今年2023年春から漫画家プロマインド学部を開講します。プロから自分のネームや漫画にアドバイスが欲しい人、漫画家になりたい人、ウェブ漫画や同人誌でお金を稼げるようになりたい人、一般的な漫画専門学校では教えてもらえないプロの漫画家による本当に本気の漫画家のマインドを育てる講座です。ペガサス大学では受講した瞬間からあなたは漫画家。興味がある人はこれからのペガサス大学の YouTube、Twitter、ノート、Instagram などに注目してください。こちらが男性視点のものです。こっちはこの彼、この女の子のマネージャー的な存在の男性なんですけど、この彼を主人公として書いたネームがこちらです。ストーリーは変わっていません。サクちゃんは世界で一番可愛い。サクサクはカリスマっていう風に、まあ、紹介しているこのシーンですよね。僕はパソコンのシーンではなくて、彼を中心に立たせて、後ろにイメージ的なものを散りばめました。美しい彼女の顔とか、化粧品とか、そういうものを散りばめることで、彼女がインフルエンサーだっていうことを表現したんですね。で、これはなんでかっていうと、彼がプロデュースすることで、この女の子が売れてるので、彼が育ててるわけですね。要するに、この女の子のことを。まあ、男視点でいくと、この女の子を成長させることに、この男性は喜びを感じてるっていうことじゃないですか。だから、俺がこいつを育てて、でかくしてるんだぞ、インフルエンサーに育て上げてるんだぞっていう、まあ、誇りというか、まあ、言い方変えたら優越感とも言えるかもしれないですよね。なんかそういう男性の気持ちが出てるようにしました。あ、だけど、少女漫画だったらこっちの方がいいと思います。こっちにすることで僕がカットしたのは、このビフォーアフターっていうとこですよね。すっぴんがメイクして綺麗になったっていうのは、男はあんまり興味がないことなんで、可愛いっていう、綺麗っていう部分だけピックアップしました。コメント見てみ、お前はすごいよ。こっちでは、まあ、携帯のアップなんですけども、ちょっと俯瞰にしたっていうか全体が見えるようにしたんですね。っていうのが、男性向けの漫画だとしたらこういうシーンが欲しいんですよ。女性向けの漫画だったら物のアップとか顔のアップっていうのが多用してる方が女性向けの漫画っぽい画面になるんですけども、男性向けの画面にしようと思ったら背景が入ってるコマが多い方がいいって言ったらいいんでしょうかね。3コマ目も、まあ、背景が入ってるんですけども、ここでさっきとの違いは、女性向けの漫画は女の子に男が近づいていて肩に手なんか乗せてくれてて、ホストっぽい行動してくれてるって言ったらいいのかな。でもこっちは僕は男性向けに書いたんで、そこまで男が女の子にサービスしなくていいというか、こっちはだから女性がしてほしいこと。でもこっちかは男向けって言うんだったら、僕は女の子の表情は見たいと思うんですよ。だから女の子の表情はよくわかるようにしました。どんな顔してるかって気になるから。だけど男はそこまで女の子に近づいてサービスしなくていいというか、実際の男だったらそんなこんなことできないんで、だからそこまで近づけてないんですね僕は。最後のおーっていう、これも何の声かわからないんで、まあ、女の子が後ろで飛び跳ねてるみたいな感じにしたんですけども、ここでなんで僕は後ろ向いてるかわかんないんですよ。だから落ち込んでる彼女にお茶でも入れてあげようっていう風に、お茶を入れるために一旦後ろを向いたっていうことがわかるようにしました。で、最後のねすごいよ佐久間、これはこの男性が主役なのでこのままにしたんですけども、まあ、細かいことなんですけど、こっち向いてるじゃないですか。セリフがこっちにあるのがおかしいなと思いました。背後から聞こえてきてるから振り向いてるわけですよね、彼は。これだったら顔の前から声が聞こえてるんだから振り向かなくていいじゃないですか。だから僕は彼の背後にねえすごいよ佐久間っていうのを吹き出しを入れました。そうしたら彼がこっちに振り向くっていうのが説明がつくというか、わかるというかね。だから細かいところですけども、こういうところも僕はちょっと読みにくさに繋がってるなっていう、まあ、自然じゃないと言ったらいいのかな。声が聞こえる方向に人間は振り向くっていう、そういう人の動きというか心理みたいなものをやっぱり考えてないなと思ったので吹き出しを後ろにしました。で、これも先ほどの女性向きの漫画と同じように、これが正解だって僕は言うつもりはありません。だけれどもこっちよりかは男性視点で物語が進んでるんだって感じが出たと思います。簡単に要点をまとめると、女性向きの漫画は顔や小物のアップが多い、雰囲気重視、女性にとって男性の態度や言葉が嬉しいものである、女の子の気持ちや行動やセリフが中心に物語が進んでいく、これが特徴と言えます。そして男性向きの漫画は背景が重要、背景が重要って言い方も本当は正しくないんですけど、人間を取り囲む空間が重要ってことです。人間を取り囲む空間っていうものが男性視点
点ではすごく重要なので背景がおのずと多めになるっていう表現が正しいかな。それと男性の漫画はカメラのアングルが変化が豊かな方が面白いと思ってくれるっていう特徴があります。真正面真正面真正面とかよりも下から煽るとか上から見るとか手前の人と奥の人が遠近感があるとかっていう風に 3D の画面を作る方が好まれるという特徴があります。それと男性が主人公というのであれば男性の行動や視点が中心になってストーリーが進むべきだし男性の気持ちが満たされるっていうことを意識して書く必要があるっていうことですね。で、これらを踏まえて自分がどういう漫画を書くかっていうことなんですけれども、まあ今だいぶ世の中もあんまり男が女がっていうふうに言うのはナンセンスっていう風潮があるんですけど、それでも僕はですよ、今でも漫画っていうものは誰に向けて書いてるものかっていうのがはっきりしてる方が売れやすいって思っています。特に雑誌紙面に自分の漫画が載りたい載るようになりたいと思ってる人は少女漫画少年漫画っていうジャンルのはっきりした分かれてるところはまだ僕はあると思いますね。まあ微妙なのもありますけどね。例えば少年漫画のふりをした女性向きの雑誌とかもありますけどね。例えばガンガンファンタジーとか。でも男性も読める少女漫画っていう、まあそうですね、だからあんまりないからこそもしかしたらパイオニアになれるっていう考え方もあるので、それがイワシさんが書いていきたい世界なのであれば僕はどんどん追求していってほしいと思うし、今までなかったものを作ろうとする人が新しい時代を切り開いていくので、誤解しないでほしいのはどっちかに決めろって言いたいわけではなくて、女性読者はこういうのが好む傾向がある、男性読者はこういうのを好む傾向があるっていうのを知識として知った上で自分はどういう世界を書いていきたいのかっていう風に考えてほしいと思います。ただ漫画雑誌紙面っていう形で漫画を売り出しているところは、まあ、つまりそういう編集部はまだ女性向け男性向けってバシッと分けてるところの方が多いと思うので、雑誌編集者を理解させようと思ったらちょっとハードルが高いかもしれません。ただ今雑誌ばかりが漫画を発表するところではなくウェブっていうところがあるので、ウェブサイトとかにどんどん自分の書いた漫画を発表していかれるといいと思いますね。何も漫画雑誌が全てじゃないんでね、これは例として書いただけで作品作りのヒントにと思って僕は書いたんですけども、これを踏まえて少女漫画だけど男性にも読んでもらえるっていうものがどういうものかっていうのをもう一回考えてみてもいいと思います。どっちつかずになってるんですね。どうしてこういう風になってしまったかっていうのも僕は理解できます。イワシさんが男性でも読める少女漫画っていうのを目標にしてらっしゃるので多分どっちつかずになってるんだと思うんですよね。男性でも読める少女漫画っていうその定義が根本的に間違ってるというか、例えばジャンプとかって少年漫画だけど女の子もたくさん読んでるじゃないですか。あれは女性も読んでる少年漫画っていう風に言えると思うんですね。だけど作者は別に女性も読めるなんて意識してないと思うんですよ。編集部の方もジャンプっていうのは基本的に男の子が読む漫画っていう風に設定して書いてると思うんですね。だから男性でも読める少女漫画っていうのを最初から定義することがどうかって僕思うんですよ。例えば売れてる少女漫画もいっぱいあってアニメ化とかドラマ化とかしてるものもあるじゃないですか。男子でも少女漫画読んでる人はたくさんいるわけで、人気がある漫画は男性が読んでも面白いと思うんですね。それは女性向けに書いた少女漫画でも中身が素晴らしければ誰が読んでも面白いっていうことだと思うんですよ。で、つまり男性が読んでも面白いと。だから僕は少女漫画っていう風に設定するのであればやはり女性に支持される少女漫画を目指すべきだと思います。男性でも読める少女漫画っていう風に定義しちゃうから男性が読んでも女性が読んでも共感できないものになってしまってる。そこがまずいと思いましたね。女性向けの漫画って難しいっていうか、正直言って僕もね、これ書いたけど、これが正解とも思ってないです。僕も自分で。ただ、女性の視点でっていう風にはしたんですけども、まあ、もともと僕は少年漫画の人間なんで、これが全然少女漫画っぽいと思ってないですし、こっちは少年漫画っぽいなって自分で書いて思ったんですけど、男性でも少女漫画が好きな人っていうのはたくさんいますし、男性で実際少女漫画書いて、まあ、プロとして活躍されてる方も何人もいるんですけども、男性の女性漫画家さんって、こう、作者もひっくるめて愛してもらえるっていうか、読者から、多分すごく希少な存在だからだと思うんですけど、
ども、頑張ってほしいなと思いますね。ここまでできただけでも僕は大したもんだというふうに思います。女性が少年漫画を描きたいっていう人は多いんですけど、男性が少女漫画を描きたいっていう人は少ないので、イワシさんのこれからの作品にも期待をしています。あなたの漫画はもっと面白くなります。漫画原稿を描くヒントにしてください。ハヤトチャンネルでは漫画原稿を大募集しています。1ページだけで構いません。1ページで完結していても、長い漫画の中の1枚でも構いません。小回りやキャラの見せ方やセリフの入れ方、演出なんかをアドバイスします。少女漫画、少年漫画、エッセイコミック、ギャグ、ホラー、スポーツ、恋愛、ストーリータイプの漫画であればどんなジャンルでも構いません。どうぞよろしくお願いします。